雲の中ですね、今。そうだね。はい。ちょっとね、すごい。お前らと頂上に行けなくてよ。下る。八合目まで来ました。3400m でございます。万歳！万歳！万歳！いや皆さん、下山の途中に宝永山富士山の出っ張ってるところですね、立ち寄ってみたんですね。何気にこれやばいです、皆さんご覧ください。ここからの富士山の絶景、そして皆さんこの雲海どうです。これあのね、これ皆さんこれ立ち寄ることをお勧めします。このここまで来るルートは登山道とちょっと違って比較的平らなので足も疲れないですし、どうでしょう、体感で片道10分ぐらいロスはするんですけど、その程度でこの絶景が見れますのでね、ちょっとぜひお勧めしたいと思います。標高は 2693m です。高山病もなくですね、ここまでだったらお子様も無理なく来れるんじゃないのかなという印象でございます。帰りの景色も映してお伝えしたいと思います。すごい絶景です。ここね、直線的に両サイド崖になっているので危ないかと思うんですけど、比較的平らなんで安全です。あとね、雄大な景色ですよ。これほんの10分の足を伸ばすだけでこの景色を見ることができます。こっからの富士山もね、私びっくりしました。こんなに穴開いてるんだなって、こんなに大きい噴火口だったんだなっていうのを知ったので、まあ、ぜひ皆さん欲しくある方は激勝したいと思います。バイバイ。これがですね、御殿場ルートにしかない大砂走りですよ。もうね、普通に歩いてもすごい勢いついちゃうんですよ。こうずりずりこういう感じで、ご覧ください。なんかこの富士の町がこう空に浮いてるように見えるんですよね。これ多分目の錯覚だと思うんですけど、我々この大砂走りを下ってきた最後の斜面にいるので、向こうがこう上がってるように感じるんでしょうね。不思議な神々しい光景です。すいませんでした。遅くなって申し訳ありません。